岡田偉蔵…ええ。名前は知っています。幕末の京都では、人斬り依造として恐れられた男です。新選組としても、因縁浅からぬ相手ですよ。私は一度も相対したことはなかったのですが、いい機会です。ここで蹴りをつけましょうか。あなたは って何ですか私オルタでしたか脅かさないでください。えこれから私が真の起きたはあ何調子に乗ってるんですか私セイバーとしては私の方が先輩なんですから、私オルタも先輩に対して敬意というものをですね。えアルターエゴ病気も治った何それずるくないです 坂本さんですか。京都にいた頃に何度か見かけましたよ。新選組も追っていましたからね。でも坂本さん逃げ足が早くてなかなか。とはいえ、こうして一緒に戦うことになったわけですし。よろしくお願いしますね。ところでそちらの女性、いつも連れて歩いていたみたいですけど。えホーどういうことなんです ああ、ついに、ついにあの人がここに、来てくれたんですね。わかります。どうしても私、わかってしまう。マスター、私は、できればあなたのサーバントでいたいと思います。けれど、でも、もしも、いえ、 何でもありません。シグルドも私も、何があっても、きっとあなたを傷つけたりはしません。第六天魔王か、かなんだ、その寒そうな服は。水着。なるほど。そういうのもあるのか。マスター、私もそういうのだな。 第六天魔王か。煉獄の命をくれたから、そんなに嫌いでもない。というか、なぜだかわからないが、妙に近しいものを感じる時がある。何なのだろうな、一体。チャチャ様か。んなんで様付けか、だと確かにそうだな。なんでだろうな。 よくわからんが、そうさせる何かがある気がする。起きた掃除、私の別存在か。私には、起きた掃除として生きた記憶がほとんど残っていないから。たまに、本当に自分が起きたの美しみなのか、わからなくなる時がある。ところで全然関係ないが、 なぜか身長や胸は私の方が大きいのだな。私が育ち盛りだからだろうか。肘方、あの優しい奴か。何どちらかというと怖くないかだといや、私はまるで怖くないぞ。そうか、怖いのか。不思議なものだな。 坂本龍馬とお龍だったか。帝都では世話になった。どうやら私と同じ目的で限界していたようだし、そういう意味では先輩になるのかんあの時の人斬りか。確かに、伊蔵の剣の腕は天才的だな。もしやすると、私も及ばないかもしれない。まあ。 その時はビームでやっつければいいだろう。なるほど。確かに、マスターの周りには、オルタという者がたくさんいるようだな。正直驚いた。新山オルタの私だが、よろしく頼む。ふん、将軍家指南役ね。道場憲法が何を偉そうに。 野牛神影流がなんじゃっちゅうがじゃ。り馬、おまんよくも抜け抜けとわしの前に。なに久しぶりじゃと何寝ぼけたこと抜かしちょるがじゃわしはおまんを許したわけじゃ邪魔じゃ女 <laughs> 気がそがれたわ。 今日のところは見逃しちゃるんおまんどっかで追うたような。いや、気のせいか。こんなデカ女、龍馬の姉ちゃんだけで十分じゃ。おい、なんじゃ恐ろしい顔しよってからに。天然離心流。 起きた掃除か。天才じゃなんじゃと騒がれちょったが、わしの方が剣の腕は上じゃ。ありゃ、新戦組の肘方か。いまいましい奴じゃ。くっ、武士じゃなんじゃと偉そうにしちょったが、所詮はわしらとおんなじ人斬りぜよ。いやあ。 沖田くんじゃないか。いやあ、あの沖田くんが味方とは心強い。こいつ、弱そうだけどな。いや、やめてね、そういうの、ほんとに。また会ったね、第六天魔王、織田信長子。その説はどう思って、どうしたんだよおりょうさん。おい、こいつなんかズルしてるだろう。 鬼の復調と共に戦うことになるとはね。新選組にも勧誘には行くつもりではあったけど、こいつは思いもよらないところで実現したよ。おい、その宅んうまそうだな。一つよこせ。久しぶりじゃのう、伊蔵さん。ちょっと待た、ちょっと待った。刀は下ろしてくれないか。なあ,あ、ここにいる間は、 昔みたいに仲良くしてもらえると嬉しいこいつ殴っていいかそうか君にはまだやるべきことがあるのかもしれないななら僕もそれを見届けるとしよう関係ないけどお前の刀デカすぎじゃないか戸に引っかかるぞドレイク船長 世界一周を成し遂げた大海賊か。いやー僕そういうの大好きでね。今度船に乗せてもらえるかな。龍馬、異国の船大好きマンだからな。マジのイスカンダルアレクサンダー大王なのかなんてこった。これゃ参った。ついに、幻でも残像でもない。 本物とご対面かよ岩屈王ねえ。そうか。エドモンドンテス。いや、ご対面は後にしておくぜ。ガチのドンパチが始まっちまうかもしれないからな。俺は奴を監獄から救わなかった。憎悪の対象だろうさ。 今の奴は、俺に襲いかかったりするような弾じゃないそうなのかサンソンサンソンってあの、サンソンムッシュドパリかへえ、それはまた奇遇というかなんというか。あいつ、俺を陛下と呼ばないんだよな。ん何 マリー・アントワネット王妃そいつはまた、うーん、なるほど。王権の象徴、白百合の、そういうことか。俺が言えたことじゃないが、ああ、やりきれんな。王さんあんただ、あんた。あんた確か、 随分と面白い二つ名があるんだったよな。犯罪界のなんだかっていう。<laughs> で、実際のとこどうなんだあんた。おおおおトロイア戦争の英雄最高だ俺はイリアスが大好きなんだ ジーク・フリーと同一にして異なる存在か。彼の頑丈さが東方には少し羨ましいものだ。しかし、決して戦いにおいて引けは取らないつもりだ。ブリュンヒルデか。彼女は殺意を持って愛を証明しようとする。それは嬉しいが、 あいにくと死んでしまえば、東方の愛が証明できない。東方は生存し、なおかつ愛を証明せねばならない。難しいものだな。私の他にも英知の結晶を身につけた者がいるのか。なるほど。よい。ほう、魔剣使い。東方も魔剣を所持する者。 皆も魔に飲まれぬよう気をつけよう。聖剣使い。いかなる場所でもあの剣たちの光は輝き続けるのだろう。しかし、我が魔剣は全てを焼き尽くす太陽の魔剣。比べてみるのも一興か。お姉様。間違いない。 ブリュンヒルデお姉様、ま。私、私、ずっと、お会いしたいと思って。嘘、嘘。ブリュンヒルデお姉様がいるなんて、信じられない。どういうことなのブリュンヒルデお姉様、ま。また。 お会いできるなんて思いませんでした。あ。胸が、温かい。これは何勇士の気配すみません。少し時間をください、マスター。バルハラへの導きを。あ、でもサーヴァントだから、普通の人間相手の導きは行えない。 ならば、直接勧誘を。あ、勇士がいるへえ、こんなにたくさんいるんだ。うーん、バルハラへ来てくれるといいんだけど。勇士の存在を感知しました。バルハラへの勧誘を許可願います、マスター。バルーンストックの勇者。 シグムンドの子、シグルド。あなたのせいで、お姉様は。シグルド。ううん、なんでもない。なんでもないよ。シグルド。あなたは、お姉様を惑わした勇士。私は、 私たちは、あなたを。この感覚。何か、懐かしいような。でも、姉妹の気配とは違う。錯覚の一種。波長を感知。動機、不可能。同位体測定失敗。 おかしいなぁ。仲間がいるかと思ったけど、全然違うみたい。この波長はいえ、違う。あなたはワルキューレではないのに。どうしてこんなにも。雪の女神、スカディ様。お会いできるなんて思いませんでした。でも、 なんだか様子が、本当にスカディ様。スカディ様でしょ女神の。そうだよね。違うん影の国のスカサハ…え、それって、ケルトのスカサハさんだよね。別人スカディ様。いえ。 ケルトのスカサハ。一体どうしてそのようなことに嘘向こうの私、凛々しすぎは、肌を出しすぎじゃろあの私はあれを目にすると、なぜか胸の奥がうずいてしまうぞ。なぜだ 女王としてのあり方は様々だ。ああいうものも悪くはないさ。哀れな娘よ。大神の呪いは、今もあれを災難でいるのだから。長子の辿った道を、あれらも辿るのだろうか。この私には、関わりなきことだが。 本物であろうな本物か